目につくものすべて手当たり次第に縮小している。この場所ごと潰す気か。遺伝子には人には宿命がある。あの男は強い宿命を、変革の星を背負っていた。今なら理解できる。アマドはすがりたかったのだ、あの男の強い宿命に、変革のわずかな可能性に。伝説の三人、ジライヤのクローン、家臣孤児、ここで死ぬこともまたその遺伝子の宿命だ。瞬く間に縮小される。次元の時とは桁違いの力だ。ならば乱獅子神の術。無駄だ、何をしてもお前に俺は倒せぬ、決して。手応えなし。宿儺彦で逃れたか。どこへ。凄まじい力が全身にみなぎっている。だがそれゆえに、この力がこの体を破壊するのも時間の問題だ。せいぜいあと2日の命といったところか。おまけに渇きのカーマも失われた。雨止めやってくれるわ。